皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯。今日はですね、はい、まあ、先日の動画オニヤンマくんにおいて おまんじゅうさんからですね、はい、検証してほしいというコメントをいただきましたので、はい、それを確かめてねやってきたいと思います。おまんじゅうさんですか。そうです、小山さんと同じ出身ですよ。はい、うん、我らが愛の学院に、おまんじゅうさんいつもありがとうございます。ありがとうございます。もう完全に作新モード入っちゃったから手ごわいよ、こういう時の小山さんは。まあ、ただあんま関係ないんだけどね、っていうのは、はい、まずこのオニヤンマくん、こっちが聞くのか、ね、おまんじゅうさんの意見としては足裏を消毒すると蚊が寄ってこないということなんですよね。この対決検証したいと思います。確かに気になりますね。消毒かオニヤンマくん、どっちが聞くのかと、はい、ということで前回はオニヤンマくんつけさせていただきましたので、今回はおまんじゅうさんおすすめの、そうですね、足裏消毒、私が足裏消毒、選択がオニヤンマ。じゃあどっちに蚊が来ないかってね、より防げるかと、これちょっとカウントしてやっていきますので、はい、ちょっと真剣勝負でね、お願いします。忖度なしだね。忖度なしで、それではこちらデスクがいつも持ち歩いているキレイキレイで足裏をしっかり消毒していきたいと思います。キレイキレイします。綺麗綺麗で足裏拭くの初かな。それで足裏拭く人初めて見たよ。しっかり。いいですかね。いいですね。はい。はい。それでは検証をやっていきたいと思います。よっしゃ。頑張ります。それじゃあ行くよ。飛びよう。せーの、ほい。ガイアー。ガイアー。あ、ボタク、こっちだよ。うるせえ。ちょっと蚊が寄っちゃうから、もう、はい、こっち来て。というわけで準備ができまして、今回ケムタクがこのオニヤンマくんを装着と。濃いねー。そう。こう上にこう来てるね。自然なの、自然に。自然派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 ということでね。はい。小山さんはこのおまんじゅうさんの言われた通り、この足裏をしっかり消毒していただきましたので、さあどちらの方が蚊が寄ってこないのか検証していきたいと思います。靴履いちゃってさ、効果あるんですね。まあでもそれが検証です。なるほど、わかりました。足の裏なんです。頑張ります、うん、じゃあ早速検証をやっていきましょう。しょ、それではオニヤンマくん VS 足裏消毒検証スタートです。スタート、イエーイ。さあ始まりました。いい感じのヤブ、どうですか。今のところ感じないです。まだ大丈夫かな。オニヤンマくん、出てますね。ケムタク来た来た。あ、でも素通りした。蚊が存在に気づいてない。え、あ、まさか。まさかの足裏やったから。来た。じゃあ。はい。カウントワン。カウントワン。1匹目。来ました。さすがこう視覚をね狙ってくるんですね。下から来たと。おお。ケムタク。全然。動かさない方がいいかも。手には来ない。さあまだセミもうるさく鳴く季節ですからね。カモ全体いると思います。いた、全然来ない。2匹目、おゲット。2匹ですね。全然来ない。オニヤンマくんすごいな今回。5分経過です。おお、来ないんだよね。すげえな、来ないっていうのもすごい。今ね、周りにいる、周りにはいるんだよね。
3匹目ですね。はい。3-0 っすか。鬼山くんすげえな。全然耳元にも飛んでないような感じ。1匹も来てないね、ケムタク。うん。感じる？鬼山くんの効果。感じる。感じてる。感じる。もうすごい。10分経過です。10分経ちましたよ。はい。全然。あ、来た。来た。奥の方も来そうだけどくっつかないな。近くにいるんで。おー、4匹目。4匹目。セブタクの周りには来ている。来ている。体に来たら顔にいる。顔にいる。顔にいます。今顔にいます。はい。1いたね。いた。見せて。いるかな。顔についてる。現在足裏消毒4、オニヤンマくん1となってます。まだ1。はいはい。ああ、いい。ああ、まあ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 。優秀。めちゃくちゃなんか差がでかいですね今回。いた。いたいたいた。肘のところに。はい、いますね。これ。はいはいはい。二。足裏消毒5に対して鬼ヤンマくん2。なるほど。来た。来た。着々と離されてきます。6。あれ D、 これ1,2,3,4 箇所刺されてるけど今何匹来てんの？7です。結構来てるね。やばいです。来ました。来ました。来てます。来てます。連続。はい。はい。仕留めました。はい。もう一匹。もう一匹。はい。はい。終了。はい。15分にわたって検証したんですけども、結果としては足裏消毒が7に対して鬼ヤンマくんが4。そして何もしなかった D は8。8。結構差がつきましたよこれ。まあ何もしてないのと足裏消毒はまあほぼ同じかなっていう印象ですかね。それに鬼ヤンマくんがダブルスコアで勝ったと。すごいよ。いやでもこれちゃんと2連勝ですよね。そうなんだよね。まぐれじゃなさそうです。これはチェンジしてますんで体質とかいろいろあると思うんですけど、うん、前回は小山さんが鬼ヤンマくんをつけて勝ったわけですからね。刺されなかった方が勝ちですからね。条件変えたわけですね。はい。これやっぱり鬼ヤンマくんこれ1に対してこれだけの差ですから、うん、ヒュ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 って5匹ぐらいつけたらこれどうなんだろう。全方位ね。全方位。全方位。前回もお話ししたんですけど、はいはい、やっぱりこの鬼ヤンマ柄の T シャツを作ってワインで乾杯で売ったらいいじゃん。ダメダメダメ。そんなことやったら売れちゃうじゃん。そんないいじゃん売れて。効果あって売れちゃうじゃん。いいじゃない売れて。いやダメだよそんなの。街歩いてたらあみたいなこう言われちゃうよ。そのためにやってるんでしょ、うん、底辺でいないと。常に底辺でいないとダメだよ。何言ってん。やべ。カッソカソカソカソ。ごめんね。ちょっとよくわかんないわ。ちょっと何を言って。まあちょっとその辺は後で、まあ、後で話しましょう。ちょっと。まあこれ検証結果冷徹に受け止めれば、うん、鬼ヤンマくん勝ちと、うん、させていただきま す、ね、ちょっとまた他にもね、こういうのいいんじゃないかっていうご意見あったらぜひコメント欄に、ね、そうですね、書いていただければお願いします。いや本当おまんじゅうさんありがとうございました。ありがとうございました。
ってます。いやもう本当ね、作新学院の威信にかけててもですね、はい、足裏消毒で鬼山区に勝ちたかったんですが、はいはい、ちょっと結果的に負けてしまいましたので、残念ですかね。はい、ただこれもうしょうがないですね。しょうがないね、はい、引き続きね、いい案あったら、そうです、ね、どしどしよろしくお願いいたします。打倒鬼山くんできるやつ、ね、あ、打倒鬼山いいですね。とまたね、次回頑張っていきましょう。そうですね、はい、それでは皆さんご一緒にワインで乾杯。